昔からね、いつなんか伝えられているそんな物語、読んでみたいと思います。かわいい蜂の物語、ミツバチマヤ。広いお城の庭の隅にミツバチの国がありました。ミツバチの子マーヤは生まれたばかり。外の世界のことが知りたくてたまりません。空ってどんなものなの？マーヤの柔らかい羽を撫でながら、カッサンドラ先生は言い聞かせるのでした。まずこのミツバチの国の目印を覚えなさい。それは大きな菩提樹の木ですよ。ミツバチは花の蜜を集めなければなりません。マーヤもみんなと力を合わせて働くんですよ。でもマーヤの心の中はまだ見たこともない外の世界のことでいっぱいです。いよいよ飛び立つ朝が来ました。私と同じように羽を動かせばいいのよ。お姉さん蜂の真似をして羽を震わせるとふわり、マーヤは空に浮かびました。私飛んでる。朝日が菩提樹の木にキラキラと光っています。わあ、なんて綺麗なの。マーヤ、お花畑はこっちよ。飛ぶのに夢中なマーヤはお姉さん蜂の声も聞こえません。気がつくとお姉さん蜂の姿はどこにもありません。それでもマーヤは綺麗な花や草の上を飛び続けます。くたびれると花に止まっておいしい蜜を飲みました。やがてあたりが暗くなってきました。外の世界はこんなに広いんですもの。もっといろんなものを見たいわ。マーヤは木の葉の陰に潜り込んで眠りました。次の朝、マーヤは元気に飛び立ち野原に泊まりました。その時、葉の上から玉が転がり落ちました。まあ大変、綺麗な玉を壊してしまったわ。心配ないさ、それは梅雨だよ。野原の根元からコガネムシのクルトが伸び上がって言いました。途端にクルトはひっくり返って足をバタバタさせています。さあ草の先に捕まって。いやー助かった、ありがとう。クルトと別れたマーヤは林を抜けて飛び続けました。気がつくとずっと下にも青い空が広がっています。池に空が映っているのよ。トンボが教えてくれました。草むらにも池にも生き物がいっぱいです。驚いているマーヤにトンボは言いました。生き物の中で人間の男の子は乱暴よ。トンボを見るとすぐに捕まえようとするわ。次に出会ったハエのブックは自慢しました。私の仲間は大勢いるの。人間よりずっと偉いわ。そうかしら。カッサンドラ先生は人間はミツバチを守ってくれると言ってたけど。ある日、マーヤはうっかりしてクモの巣に引っかかってしまいました。クモの糸が絡みついて動けなくなった時、プツンと糸が切れました。コガネムシのクルトが助けてくれたのです。クルトさん、ありがとう。月の綺麗な夜、マーヤは池に飛んでいきました。睡蓮の花の中に花の妖精がいました。君の願いは何だい？
私、一番綺麗な人間が見たいの。花の妖精がマーヤを連れて行ったのは、月の明かりに照らされた公園でした。一組の恋人たちがベンチで幸せそうに見つめ合っています。ご覧、愛し合っている人間が一番綺麗なんだよ。なんて素敵なの。お日様が昇ってもマーヤは胸を躍らせながら飛び続けていました。そんなマーヤに木の根元にいたムカデが言いました。逃げなさい、クマバチがいるよ。でも逃げる間もなく、マーヤは大きなクマバチに捕まえられてしまったのです。女王様の餌を捕らえたぞ。それを聞いたマーヤは気を失ってしまいました。気がつくとマーヤは牢屋に閉じ込められていました。こんな目に遭うならミツバチの国へ帰ればよかった。するとガヤガヤしていたお城が静かになり、クマバチの女王の声が聞こえてきました。よいか、夜明けにお城の庭にあるミツバチの国を襲うのだ。マーヤは息が止まりそうでした。クマバチが襲うなんて。大好きなミツバチの仲間、私の国を助けなきゃ。マーヤは壁の隙間を削り始めました。穴が大きくなり、ついに牢屋を出ることができました。マーヤはクマバチのお城から夢中で空に飛び出しました。マーヤは力を振り絞って飛び続けます。やがて懐かしい菩提樹の木が見えてきました。ミツバチの国に着いたのです。マーヤから話を聞くと、女王様は戦いの準備を始めました。大勢のミツバチが力を合わせて戦ったので、とうとうクマバチは降参しました。マーヤは今まで戻らなかったことを女王様に謝りました。ではマーヤが見てきたことをみんなの役に立てるのですよ。女王様はにっこりしました。今マーヤはミツバチの子供たちに自分が見た外の世界のことを教えています。カッサンドラ先生も一緒にマーヤの冒険を聞きながら胸をワクワクさせるのでした。おしまい。いいですね。初めて読んだ物語ですけど、なんか誰にでも当てはまる。この今のね、このいる狭いところから飛び出したい、外の世界を見てみたいっていう誰もが一度は思うような好奇心だよね。そういうのが描かれている感じがしましたけど、私もそういうのに漏れずに外の世界を見たいという好奇心がかなり強い子供だったので、もう中学、いや小学校の時から、なんか夏休みとか冬休みになったら海外にね、ホームステイ行ったりとかするっていう、そういう子供だったので、なんか外の世界への憧れとか、そこで感じたそのワクワクとかが忘れられなくて、結果的に留学したりしたんですけど、それをね、こうやってじゃあ行っておいでって言ってくれる周りの人の、なんだろうな、存在とかも、そこを飛び出して初めてこう気づくことがあったりとかね、まあ学ぶことがいっぱいあるってことですね。冒険に出た先には、これ人生も同じだね。本当、絵本読むたびにいろんな人生と重ね合わせることができて、改めてね、なんか教訓の一つにしなきゃいけないなと毎度毎度思わされます。今回はミツバチマーヤを読んでみました。では皆さん、コ
メントお待ちしてます、高評価ボタン、そして、チャンネル登録、ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いします。